暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。ビアドロローサという言葉をご存知でしょうか。イエス様が茨の冠をかぶせられ、自ら十字架を背負われた苦難の道を指す言葉です。カトリック教会の聖堂にご受難の各場面を描いた絵やレリーフが14枚かけられています。ご復活を15番目に加えたものもあるようです。カトリック教会では伝統的に絵の前を順に移動しながら十字架の道行きの祈りを唱えます。十字架の道行きの5番目は、今日お話しいたしますキレネ人シモン、イエスの十字架を担うという場面です。キレネのシモンの名前はマタイ、マルコ、ルカの福音書に登場します。順に見ていきましょう。マタイによる福音書27章32節。兵士たちが出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。マルコによる福音書15章21節。アレクサンドロとルフォスの父で、シモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。ルカによる福音書23章26節。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。キレネはアフリカ北部、リビアの地中海に面した町です。世界遺産にも登録されています。イエスの時代、多くのユダヤ人が住んでいました。シモンは杉越の祭りのためにはるばる1000キロ以上も離れたエルサレムまでやってきたのでしょうか。あるいはキレネ出身でエルサレム近郊に住んでいたのかもしれません。シモンはたまたま通りかかったためにイエスの十字架を無理やり担がされることになってしまったのです。ところが聖書の記述によりますと、偶然起きた災難が彼の人生に大きな影響を与えた興味深い事実が見えてくるのです。今一度マルコによる福音書を見てみましょう。アレクサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。マルコはシモンだけでなく、二人の子供のことまで知っていたのです。もう一箇所、今度はパウロがローマの信徒へ送った手紙を見てみましょう。16章13節です。主に選ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしく。彼女は私にとっても母なのです。このルフォスがマルコ福音書に出てくるルフォスと同一人物だとするならば、シモンは家族ぐるみで教会と深いつながりがあったことになるのです。偶然いやいや十字架を担がされたことがイエスの弟子たちとの出会いにつながったのです。イエスが捕らえられた時、弟子たちは一目散に逃げ去ってしまいました。キレネのシモンは十字架の道をイエスと共に歩んだただ一人の証人であり、貴重な証言者となったのです。私たちは思わぬ災難、想定外の出来事に見舞われることがあります。12年前、私も突然嵐に襲われました。8月の暑い日のことでした。当時の理事長と校長から呼び出されて、校長職に就くようにと言われたのです。我が校では創立以来50年間、
校長職はカナダから来られた修道会の司祭がされるものと誰もが思っていました。私は家族を持つ一介の数学教師で、聖職者でも宗教家の教師でもないのです。でも神父様のお言葉は神様のお望みに違いないと信じている私は、その日のうちに、はい、わかりました。私で役立つならばさせてください、と返事しました。ちょっとかっこいいですよね。でも実際のところは、内心うまくいかなければ私のせいではなく命じた神父様のせいですからね、と言って自分を慰めていました。校長になったおかげで多くの人との貴重な出会いを経験し、国内国外で多くの気づきをいただくことができました。今回心の灯火でお話していることの多くは校長になって体験したことです。神様の計らいといただいた恵みに感謝しています。誰もが幸せな人生を送りたいと願っていることでしょう。私が子どもたちに伝えたいこと、それは病気や大きな失敗、悲しい出来事が起こらないことが幸せの条件ではないということです。もちろん失敗はない方がいいし、健康が保たれるよう努力することは大切なことです。でもいくら注意していても病気や怪我に巻き込まれることだってあるでしょう。しかしたとえどのようなことが起こったとしても、神様が共にいて励ましてくださることを忘れないでほしいのです。そしてむしろ順調な時には気づかなかった素晴らしい恵みをいただくことがあるのです。神様はどのような小さいことからでも、またどのような良くないことからでも良いものを作り出してくださる方であると伝えたいのです。15年前に起点した妻の残した見えるようになったものという詩を紹介します。私は病気になって目が見えなくなった。目が見えなくなったため見えなくなったもの。沖縄の海の心ときめくエメラルドグリーン、色とりどりに咲き乱れる花々、大空に浮かぶ輝く白い雲、見つけたとき心喜ぶ七色の虹、私が産んだ二人の子供たちの笑顔。目が見えなくなったため見えるようになったもの。人の魂の透明な美しさ、体の不自由な人、目の見えない人、病気の人の不安と苦しみ、私のそばにいて助けてくれようとする人の優しさと友情、神様がくださっているあふれるほどのお恵みといたわりと愛、そして神様があらゆる小さくされた人々に対して抱いておられる深い深い慈しみ、これら見えるようになったすべてのものを私は感謝して心を込めて見つめ続けていきたい。毎朝7時ごろ、学校の周辺をゆっくり歩く老夫婦に出会います。おじいさんは杖をついておばあさんの手をしっかりと握りしめながら、一歩ずつゆっくりゆっくり歩を進めています。病気のために歩行が困難になったのだろうと容易に推測できます。おはようございますと挨拶しながら、心の中でおじいさんの回復を祈っています。老夫婦のつながれた手の中に幸せがある、そう確信しています。最後に三本の木という
絵本を紹介します。ある山に3本の木がありました。1本目は世界一美しい宝箱になりたい、2本目は世界一大きな船になりたい、3本目は見る人が神様を思い出すような背の高い木になりたいという夢を持っていました。ところが1本目は家畜の餌入れに、2本目は小さな漁船に、3本目は材木にされてしまったのです。がっかりした木たちでしたが、1本目はクリスマスの夜、幼子イエスが横たわる貝場桶に、2本目はガリラヤ湖で嵐を鎮めるイエスと弟子たちを乗せたのです。3本目は人々の罪を担ったイエスがかけられる十字架になりました。3本の木の夢は当初の願いとは異なる形で、1本目は神様の愛で美しく、2本目は本当に強く、3本目は皆が神様のことを考える木となりました。こうして3本の木の願いはすべて叶えられたのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。イエス様はこう言われました。神様は私たちの願いをすべてご存知です。そして私たちの想像をはるかに超える素晴らしい形でその願いを叶えてくださるのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。ヨハネ15章5から7節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、上村隆夫さんの元気に生きる、森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。